はい、おはようございます。今ね、もう10時10分ぐらいに経っちゃったんですけど、今週の土曜日もね、APS の練習会ということで、また今回こそ1時間ごとにちょっと撮ってみようかなと思っております。さあ、果たしてどんなことになるんでしょうか。それでは練習会スタートと言っても誰もまだいません。はい、そんな感じです。はい、11時になりました。残念ながらまだ誰も来ずといったところなんですけど、逆にね、ちょっと練習できるんで、ちょっと打ってます。最近やってるんですけど、毎回ちょっと紹介したんですけど、これ 0.2g の BB 弾なんですよね。で、こっちグランドマスター BB 弾で、6発ずつやってるんですけど、例えばね、ちょっと今回は映像2発ずつにしますけど、ここに、シルエットレンジなんですけどね、これね、10メートルまで、壁まであります。で、5メートルのところにブルズアイの的を置いて、そこの横にね、いわゆる白標打ちってやつ、サイトだけ見て、弾実際入れてね、サイトを動かさないように引くというのを、このターゲットのすぐ横を狙ってね、なんとなくね、サイトを動かさないように、で、サイトを見続けると。で、6発、いつもやってるんですけど、6発これをやってね、そしたら今度、実際に的を打つと。時もなるべくサイトを見続けると。いうのをやってたりします。なかなかこれはこれで難しいですけどね。こんなのもやってたりします。さあ、ということで11時の回でした。ただいまランチ中です。ポークジンジャー美味しいんですよね。
12時になりました。紹介続いております。2時になりました。練習会続いております。お、ギリギリ50点。はい、ということでまだまだ練習会続いております。今日は花粉がひどいです。2時になりました。何人かいらっしゃってもう打っております。花粉の薬が効いて眠いですが、3時になりました。さあ練習会だんだん増えてきました。すっかり忘れておりましたが、もう5時44分になってしまいました。さあそろそろクラブマッチが始まりますね。精度が出るのは77度。でも精度が出たら落差が出る。そう、そう、それがあるから嫌なんですけどね。今ね、白いからね。もうカメラ回ってきた。若林さん、ターゲットどうすか？書いた。1分経過です。はい、競技終了です。セーフティーかけて重厚カバーお願いします。1分経過です。1分30秒経過です。はい、競技終了です。セーフティーかけて重厚カバーお願いします。
1分経過です。1分30秒経過です。はい、競技終了です。セーフティーかけて15カバーをしてください。いやー、よく当てましたね。1分経過です。競技終了ですね。セーフティーを変えて15カバーお願いします。シーレットスタンドで三人を競技始めます。スタンバイレディーゴ1分30秒経過。はい、競技終了です。
1分経過です。1分30秒経過です。はい、競技終了です。ではセーフティーをかけて15分をお願いします。いや、何でもいいですよ、持ち出しなければ。はい、いや、なんかやけにぴったりだな。そうなんですよ。最初始めた頃に買ったやつな、これ。僕は LD プレイヤーのソニーのやつでした。金ちゃんの頃。そのスマホのどっちも見ようマナー違反のやつだな。なんかやってんのかな。個人情報満載ですからね。もしかして実況ですか。いや、実況なんかしないです。ツイキャスやろうかって。ここ1分経過です。絶対発信できない。本大会で、本大会で覚えてます、覚えてます。本大会でできる。やっぱりメンタルが強い人はコロナなんですよね。調子良かったからでしょ。余ったりはしないですよね。調子良かったからでしょ。1分30秒経過です。本大会で、はい、競技終了です。久しぶりじゃないですか。先練習が来たんですけど、つらまなくてクロマクロマクロマってちょっとね、出れなかったですけど、今日は無理やり行きました。この辺もまだ安いかな。上のまで行くともうちょっとかかりますけど。1分経過です。これで言うともうバックパッカーとか外人とか来てるんだ。うん、来てますね。1分30秒経過です。はい、競技終了です。セーフティーかけて重厚カバーをしてください。
1分経過です。落ち着いて、落ち着いて、ごめんなさい、はい、興味終了です。では席をかけて15カーブお願いします。はい、シルエット終わりました。今日はね、全員オープンなんですね。だから分かりやすい。ただいまトップは私と諏訪さん38点続いて、藤田さん31点、若林さん30点、こんな感じになっております。さあ続いてブルザイですね。スタンバイレディーゴー。1分経過です。1分30秒経過です。セーフティーをかけた状態で一度だけサイクリングレッシュをお願いいたします。よろしければスタンバイ姿勢で待ちください。今後でします。これも10だよね。難しいところじゃない、かなり際どいですよろしいですか。それではブルーズアイ第1ターゲットスタンバイ、レディーゴー。49分前ですね、うん、
1分経過。残り30秒。はい、準備終了です。で、15カバーをしてセーフティーをかけて、お願いします。で、もぎさんは終わり。これです。1分経過です。1分30秒経過です。はい、競技終了です。じゃあセーフティーをかけて15カバーお願いします。はい、最終プレートになりますね。プレートブルザイまで終わりました。現在突破は私136、4点落としできております。さあこんな感じです。1枚差で藤田さん、2枚差で諏訪さん、3枚差になっちゃうのかな。さあ最後プレートになります。はい、スタンバイ姿勢でお待ちください。はい、はい、ではプレート競技を始めます。プレートスタンバイレディプレートスタンバイレディ、プレートスタンバイレディ、はい、プレートスタンバイレディ、はい、プレートスタンバイレディ、はい、はい、競技を再開します。プレートスタンバイ
レディー。プレートスタンバイ、レディー。はい。プレートスタンバイ、レディー。プレートスタンバイ、レディー。はい。プレートスタンバイ、レディー。再開します。プレートスタンバイ、レディー。はい。プレートスタンバイ、レディー。プレートスタンバイ、レディー。はい。プレートスタンバイ、レディー。プレートスタンバイ、レディー。はい、ではセーフティーをかけて受講カバーをしてください。はい、お疲れ様でした。はい、それでは、プレート競技を始めます。プレートスタンバイ、レディー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 。はい、では競技を再開します。プレートスタンバイ、レディー。プレートスタンバイ、レディー。プレートスタンバイ、レディー。
プレートスタンバイレディー。プレートスタンバイレディー、競技を再開します。プレートスタンバイレディープレートスタンバイレディー。プレートスタンバイレディープレートスタンバイレディー。プレートスタンバイレディー。はい、競技終了です。セーフティーをかけて15番お願いします。お願いします。それでは競技を開始します。プレートスタンバイレディー。プレートスタンバイレディー。はい、はい、プレートスタンバイレディー。プレートスタンバイレディー。はい、プレートスタンバイレディー。競技を再開します。プレートスタンバイレディー。はい、はい、プレートスタンバイレディー。プレートスタンバイレディー。はい、プレートスタンバイレディー。プレートスタンバイレディー。
はい、競技を再開します。プレートスタンバイレディー。プレートスタンバイレディー。はい、はい、プレートスタンバイレディー。スタンバイレディー。はい、はい、プレートスタンバイレディー。はい、競技終了です。セーフティーをかけて重量カバーをお願いします。微妙な感じですね。絶妙なタイミング。いやー、ひどいっすね。いや、下段の最初の倒れてくれてると違うんだけどあれ。下段のスタンバイでかいですね。初段が。初段でも全員外してる。はい、ということで、第31回クラブバッジ終了しました。いやー、優勝しちゃいました。しかし最後のプレートが、まあせめてものね、もう1枚当てて170点突破したかったっすけどね。いや、泥仕合を演じてしまいましたね。また見事な諏訪さんが167の 5X1点差、という感じでしたね。何ですかね、先週は13枚当たってたんですけどね、これ38と98できて最後32って、いやー、まあでもなんだかんだ言いながらね、それ参加した皆さんね、本当皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ということでこれも書いてみましたよ、ちゃんと。まあ点数低かったですけど、でもやっぱ優勝って嬉しいもんでね、自然と何でしょう、饒舌になるというか感じますけど、さあ早速貼ってみたいと思います。よいしょ、チャーンチャーンチャチャーンチャーンチャ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 ーンチャーン。よっと、おっと、ちょっと角度きついな。タララララン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 。はい、いやー、しかしまあなんというか、どうすかこれ、なんか歴史を感じるような感じになってきましたが、何回目なのかな、1、2、3、4回目の優勝なんですね、これでもね。最初に優勝した時は184、そして次が182、そして188、そして今回168。はい、まあこんな感じで、クラブマッチ終わりました。まあこんな感じで土曜日の練習会っていうのはですね、まあ6時まで練習会やって6時からクラブマッチという形で毎回やっております。まあちょっと来週また、ね、土曜の練習会やるんですけど、ちょっとね自分ねいないかもしれないんで、クラブマッチももしかするとお休みになるかもしれないということで、あの練習会は多分あのやると思いますんで、よかったらいらしてください。まあこんな感じで、動画の方もね、最後までご視聴いただきありがとうございましたといったところですね。まあね、もう1枚ぐらい当てなかったですね。8枚でしょう。まあでも優勝は優勝なんでね、ありがとうございますって感じです。
じゃあこの辺で終わりたいと思います。失礼します。さよなら。